国道41号起点ポスト、愛知県名古屋市東区高岳交差点国道41号終点標識富山県、富山市金泉寺交差点国道41号は、愛知県名古屋市から富山県富山市に至る一般国道である。通称として、路線番号から41と呼ばれる。岐阜県美濃加茂市以北は大船高山本線のルートと一致しているが、吉木郡。 古川町根井郡細入村の区間では、高山本線が勾配を避けて、宮川に沿う、越中西街道に沿っているのに対し、国道41号は、須川峠を越え、吉木郡上岡町を経由する、越中東街道に沿っている。名古屋方の片側に車線あるいは3車線区間は、平日、休日問わず混雑している。またと山方は、休日に混雑が見られる。 近頃は、名古屋高速道路、東海北陸自動車道の整備により緩和されている。なお、東海北陸自動車道の開き読み IC、白川号 IC 間、五輪山インターチェンジ福光 IC 間は、危険物、積載車両の通行が禁止されているので、当線が迂回ルートとして活用されている。高い高速料金を浮かすために、大型長距離、トラック、トレーラーが当線を利用することも多い。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。1953年に指定された二級国道は、現代の国道体系につながる国道として、前年に指定された一級国道に続くものであった。この二級国道には三桁の路線番号と、奇襲点を並べた、路線名が付され、二級国道155号名古屋、富山線は、 この時指定された二級国道144路線の中の一つであった。後に国道体系を見直す改革が行われ、二級国道155号の重要性が認められて一級国道に昇格することになり、1959年4月1日には、旧来の路線番号155号は2桁に変わり、一級国道41号に改められた。 1965年には一級二級国道の区別が撤廃されて一般国道41号として管理されることになった。1968年8月18日、折から襲ってきた台風によって岐阜県の飛騨川に沿う国道41号の各所が崩落する災害によって道路が寸断され、立ち往生した15台の観光バスのうちの2台が土砂崩壊に巻き込まれて、 川中に転落する事故が発生し、104名の人命が失われた。この事故を教訓として、国である道路管理者は、防災施設を設置するだけでなく、防災点検を定期的に実施して、異常気象時に通行止めの措置を講ずるよう道路、安全管理の従来のあり方を改める大きなきっかけとなった。岐阜県内の大半及び富山県内の一部は片側一車線だが、 名古屋市内の一部区間、愛知県小牧市から岐阜県蟹市、及び旧都山市内のほとんどは片側に車線で、美濃加茂市街地、高山市街地にも片側に車線区間が存在する。起点から小牧市、及び旧都山市内の市街地の一部は片側3、車線となる。名古屋市東区東片橋付近の下り線の第一、車線と第二、 第三車線の間には五神木のクスの木があり、当該区間では木を避けるように、車線が分かれている。美の鴨バイパス、岐阜県鴨郡川辺町中川辺国府古川バイパス、岐阜県日田市古川町国道471号との、長福岐阜県日田市上岡町岐阜県下路市、金山町中節交差する、道路一般国道、高速道路県道、政令指定都市主要地方道、 ありがとうございます。